中国、ムーディーズの格付け見通し引き下げに反論するも説得力なし。米格付け会社ムーディーズは、中国の信用問題が一段と深刻化しているとして、中国の国際格付け見通しを安定的からネガティブ弱含みに引き下げた。また、国有銀行8行と22の地方政府の見通しも引き下げ、自治区や香港、マカオ、およびこれらの区内の地方自治体も同様となった。奇妙なことに、ムーディーズは中国国債の総合的な信用格付けを2017年以来据え置かれている A1 のままとした。それでもこれはお墨付きとは言い難い。ムーディーズの最高格付けである AAA をすでに4ノッチ下回っている。今回の見通し引き下げは一見大きな動きのように見えるが、中国がすでに困難な状況にあり、事態は良くなるどころかさらに悪化する可能性が高いことを認めたに過ぎない。筆者はここ数ヶ月、記事で中国の金融と経済にのしかかっている大きな問題を挙げて分析してきた。まず一つは、中国の不動産開発がほぼ崩壊し、返済できるか疑わしい負債を中国の銀行やその他の金融機関に残したことだ。この巨額の負債に加えて、中国の地方政府が直面している大幅な債務超過もある。債務が膨らんだ主な理由は、中央政府のインフラ整備計画の資金を地方政府が拠出しなければならなかったからだが、その多くはインフラ整備しても十分な経済効果を生み出せなかった。中国が進めてきた広域経済圏構想、一帯一路の下で、中国から融資を受けた国々が借金を返せなくなったことも、中国の債務問題をさらに深刻なものにしている。同時に、中国の輸出減や全般的な景気減速により、損失の補填はこれまで以上に難しくなっている。ムーディーズの格下げは妥当なものだが、予想通り中国政府は反発した。ただし、例外的に強い反発ではなかった。財政部は失望を表明し、中国経済はすぐに立ち直れると主張。同部の広報担当者は、政府はすでに地方政府の債務問題に対処するための措置を講じており、経済成長を促すための追加の措置も取っていると指摘した。ただし、それぞれの取り組みについて具体的な説明はなかった。財政部はまた、中国、中央政府の債務残高は国内総生産 GDP 比で米国や日本より軽いと指摘することで財政の強さを示唆した。中国が言う自国の債務は対 GDP 比 77% であるのに対し、米国は 123%、日本は 264% だ。これらの数字について議論の余地はないが、ムーディーズなどの率直な分析の前に財政部の指導は問題をはぐらかしている。中国の状況は決して楽観できるものではない。中国政府はインフラ支出を地方政府に負わせることで国の債務を低く抑えている。さらに中国の金融への負荷は中央政府、地方政府、民間などあらゆる種類の債務が原因だ。この文脈では誰が負債を抱えているかは問題ではない。重要なのは全債務が金融システムにかけている負荷であり、この点で中国は米国や日本よりも相対的に大きな問題を抱えている。ムーディーズはこの事実を明確に理解している。見通し引き下げの説明で、同社のアナリストらは、公的債務と民間債務を区別したり、国と地方どちらの政府が最も大きな負債を抱えているかを示したりはせず、負債全体に適切に焦点を当てた。負債の多くは、借入金を返済できるほど十分な利益を生まないプロジェクトに関連していた。ムーディーズのアナリストは、
このような疑わしい債務の一部でも不履行となれば、国有、民間を問わず中国の金融機関が将来の経済成長に必要な継続的投資を支援する能力が著しく制限されると判断した。特に中国の輸出は減少し、経済は減速しているため、この問題は中国の財政、経済、金融機関に広範な下振れリスクをもたらすとアナリストらは結論付けた。ムーディーズの判断に対する中国政府の反論は、中国が問題を解決できると思わせるものではない。例えば、地方政府の債務問題に対する財政部の解決策は、インフラ関連の債務、いわゆる地方政府のインフラ投資会社である融資平台、LGFV の再分類だ。だがそれは支払い義務を移すだけで債務を軽減することはない。借金は金融システムにのしかかったままだ。財政部はまたインフラ支出を増大させてより早く経済成長を促す策にも言及した。だがその資金をどのように賄うのか、また計画立案者がプロジェクトに伴う負債を返済できるほどの経済効果をいかに確保できるようにするか説明はなかった。これらは直近のインフラ整備の多くが十分な経済効果を得られなかったことから最近特に懸念されている。ムーディーズの見通しがあろうとなかろうと中国の状況は決して楽観できるものではない。現在抱えている債務問題は深刻で、それは金融の安定と経済成長の見通しにとって脅威となっている。また、ムーディーズに対してだけでなく、ムーディーズが浮き彫りにした現実に対する中国政府の反応が十分でないのも問題だ。中国政府の対応は、この問題に対処する意思があるのか、あるいは直面している問題を理解しているのか、疑念を抱かせるものだ。中国経済、債務膨張か低成長か、迫られる究極の選択。香港、19日、ロイター。中国は昨年末に新型コロナウイルスの感染を徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策を解除したが、その後の景気回復は期待外れだった。このことは数十年にわたる目覚ましい経済成長の根幹に疑問を突きつけており、政府は来年以降債務を増やすか低成長に甘んじるかという究極の選択を迫られるだろう。ゼロコロナ政策が解除されれば、消費者はこぞってショッピングモールに押し寄せ、外国からの投資は再開し、工場はフル稼働して土地入札と住宅販売も安定する。当初の期待はこうだった。ところが現実には、中国の消費者は万が一の事態に備えて貯蓄し、海外企業は資金を引き上げ、工場は西側諸国からの需要減退に見舞われ、不動産開発業者はデフォルト、債務不履行を起こしている。この展開は、中国の成長モデルに長年疑問を呈してきたエコノミストの見方をある程度裏付けている。中には、中国経済を日本のバブル崩壊と失われた数十年になぞらえるエコノミストもいる。中国経済の懐疑派は、中国は10年前に建設主導から消費主導の成長モデルに切り替えるべきだったのに、それを怠ったと主張している。この10年、債務は経済成長をしのぐペースで膨らみ、地方政府と不動産企業が返済に苦慮する水準に達した。政策当局者は今年消費を押し上げ、経済の不動産セクター依存を減らすと約束。銀行に対しては不動産から高性能製品を作る製造業へと貸し出しをシフトするよう指導した。しかし債務一掃と経済再構築に向けた具体的かつ長期的なロードマップは依然として描かれていない。中国がどのような選択を取るにせよ、人口縮小と高齢化、そして西側が対中ビジネスへの警戒感を強めているという地政学的環境を考慮に入れる必要がある。何が問題なのか。
2023年の中国の成長率は 5% 程度と世界経済全体をしのぐペースとなりそうだ。しかしその裏に潜むのは国内総生産 GDP の 40% 以上を投資が占めるという実態だ。これは米国の2倍であり、投資の大きな部分が非生産的であることを意味する。つまり多くの国民は成長を実感していない。若者の失業率は6月に 21% を超えた。当局はそれ以来、若年層失業率の発表をやめ、物議を醸している。高度な職に就くために学んだ大卒者は今、低スキル労働に従事させざるを得ず、他の労働者らは賃下げの浮き目に遭っている。不動産が家計資産の 70% を占める中国にあって、住宅所有者は貧しくなっていると感じている。数少ない明るいセクターである電気自動車 EV 産業でも価格交渉がサプライヤーと労働者を苦しめている。アナリストによると、国民に広がる悲観論は習近平国家主席に社会不安のリスクを突きつけかねない。中国が日本型の経済停滞に陥っているのだとすれば、日本のような経済発展を達成する前にそうなってしまうということだ。世界中の産業が中国のサプライヤーに大きく依存している以上、このことは幅広い影響を及ぼすだろう。アフリカと中南米は中国がコモディティを買ってくれて工業化の資金を出してくれると期待している。2024年はどうなる？中国が究極の選択を行うための時間はほとんど残されていない。政策当局者は経済の構造改革に意欲を燃やすが、中国において改革は常に難しかった。地方からの出稼ぎ労働者向けに社会保障を増やす試みは、社会不安とコストへの懸念からすでに頓挫しつつある。出稼ぎ労働者が都市部住民と同様の公共サービスにアクセスできるなら、家計消費を通じて GDP を 1.7% 増大させるとの試算もあるのだが。